アナ、こんにちは。フックと同じくらい女性に対しても気遣いできたらな。釣りで人生を楽しく、釣り人探しです。さあ、今回は平鈴木フックおすすめ5選です。世の中にあるたくさんのフックの中から平鈴木釣りならこれっていうフックをピックアップ、7センチから14センチ前後のルアーを想定しています。もちろん僕自身使っていて釣ったことのあるものをご紹介します。では行ってみましょう。平鈴木フックおすすめ5選。1つ目、ガマカツトレブル SPMH。 このシリーズで僕が使うのは2番から4番っていうところで、最も使うのはこの3番です。ルアーにこれが付けられるならぜひともこれをつけたいっていう感じの、とても信頼しているフックです。刺さりが良くてパワーもある、そのバランスがいいです。刺さり重視になればパワーが落ちますし、パワー重視だと刺さりが悪くなる傾向にあります。そこでこの3番に関しては、平鈴木を狙うならその刺さりとパワーのバランスがものすごくいいなと思ってますね。参考までに2番に関しては、青物とかが混じりそうな時とか、ルアー自体が通速仕様だったりすると僕は2番にしたりする時があります。あと4番に関しては、伸ばされる感じがあるのでそんなにパワーファイトはできないんですけれども、刺さりがものすごくいいのですごいシビアな感じの時にいいですね。そんなシビアな釣りの時しか4番は使わないんですけれども、その4番の刺さりの良さは覚えておきたいですね。次、平鈴木フックおすすめ5選。2つ目、ジャンプライズトレブル MMH。 僕はこのシリーズのフックを使うなら3番と4番で、主に使うのはこの4番です。107本入りとか買っちゃうぐらいなんで、これめちゃくちゃ使ってます。それで先ほど紹介したガマカツの SPMH の同じサイズのフックでも、こちらの方がパワーがある感じですね。ガマカツ SPMH4 番だとパワーファイトできないところ、これだと結構なパワーファイトできる感じです。あとは若干このフックの針先が内側向いてる感じがあります。それなんでガマカツのフックよりは針かかり率って言ったらいいんですかね、フッキング率って言ったらいいんですかね、その確率は低いかなと思うんですけども、ホールド力はこちらの方が上かなと思います。あとは、僕はこうやってバンと107本も買っちゃうのも理由がありまして、平鈴木釣りで使えるルアーって4番のフックがついてることって多いと思うんですよね。だからなんですけれども、本当このフックがこの世にあってよかった。次、平鈴木フックおすすめ5選。3つ目、 BKK ファングス 63UA。 このシリーズで僕はよく使うのは6番と8番です。このフックによって僕の平鈴木釣りはかなり広がりました。小さいルアーが使えるんです。そういうのもこれ結構太軸のフックで結構なパワーファイトできます。平鈴木釣りで小型ルアーはもはや外せません。そんな時にこのフックは役に立ってますね。ちなみについ先日ですけれども、これの6番のフックに変えたルアーで現在の自己記録である78センチの平鈴木を釣ることができました。その1匹でフックは結構ケチョンケチョンにされたんですけれども、しっかりファイトできた感じですね。もう平鈴木釣りで小さいルアー、そんな時にはこれですね。次、平鈴木フックおすすめ5選。4つ目、オーナープラッカーシングル S125M。 僕は主にこの10番を使ってます。平鈴木釣りでシングルフックを使うならこれですね。僕はバイブレーションで根の際とかを細かく探るときに使ってます。やっぱりトレブルフックよりもこちらの方が根掛かり率が低い感じがしますね。あとは4キロ近いくらいのマダイを釣ることができたんですけれども、その時のファイトも十分なやり取りができる感じだったんですよね。そんなフックのパワーがあるところもグッドポイントです。次、平鈴木フックおすすめ5選。5つ目、エコギア 3D ジグヘッド。平鈴木釣りでワームは欠かせません。そこで使うジグヘッドならまずはこれですかね。こちらアイが2つついててアシストフックが付けられるんですよね。そんな捕獲率を上げられるところもナイスです。それでこちら 14g なんですけれども、その重さが僕は使いやすいなと思ってます。ちなみにこちらのフックで 76cm の平鈴木を釣ることができました。これらジグヘッドに関しては他にもすごくいいものがありますので、こちらの動画を参考にしてみてください。あとはそのジグヘッドに合わせるおすすめのワームのことや、それらワームの使い方に関しての動画もありますので、よかったらチェックしてみてください。はい、ここでおまけ、フック関連おすすめアイテムを2つ紹介します。ご紹介したフックとルアーとの間につなぐおすすめスプリットリングがこちら、ドヒトミっていうところのハイパープレスリング。こちらが通常タイプで、こちらがハードタイプなんですけれども、この通常タイプでも結構パワーあるなと気に入って使ってます。実際先日釣った78センチもこれの3番がついてたんですけれども、若干伸ばされましたけどしっかり取れました。で、
こちらに関しては小さいフックかつ小さいルアーに使うとき、この2番は僕よく使ってますね。こちらのハードタイプになるとスプリットリング自体が重くなるのでルアーに影響があるかなということで、3番から4番ならこれを使って、それで小さいルアーの時だけこのハードタイプの2番を使ったりしています。このシリーズのスプリットリングめちゃくちゃ好きで、まあ他の青物釣りとかでもよく使うんですけども、たくさんストックしてます。それと2つ目、フックは針先が命。そこでおすすめアイテム、フックシャープナー。こちらの金属だけのタイプのシャープナーは、まあ、片側が目が粗くて片側が目が細かいで、こちらが割と細かい金属のヤスリで、こちらがセラミックでかなり細かく研げるやつです。で、主にこちら金属だけのシャープナーをよく使ってます。目の粗い方で削って、目の細かい方で研ぐっていう感じですかね。それでさらにキレッキレにしたいっていう時に、こちらのセラミックタイプのシャープナーで磨くっていう感じです。大抵は削る研ぐっていう感じのこちらのシャープナーで十分なんですけれども、遠征行く時とか坊主は絶対嫌だって時はこちらのセラミックタイプを使ったりしています。ということで、平鈴木フックおすすめ5選いかがでしたでしょうか。最後にまとめますと、1つ目、ガマカツ SPMH、 こちらは3番を主に使ってます。2つ目、ジャンプライズトレブル MMH、 主に4番を使ってます。3つ目、 BKK ファングス 63UA、 こちらは6番と8番を主に使ってます。4つ目、オーナープラッカーシングル S125M、 こちらは主に10番を使ってます。5つ目、エコギア 3D ジグヘッド、こちらは主に 14g を使ってます。以上5選でした。ちなみに今回紹介したフックやアイテム、それに関する動画や記事のリンクを下の概要欄に貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。はい、今回の動画は以上になります。僕は主に釣りで人生が楽しくなる人が増えればいいなと思って動画を作ってます。参考になりましたらグッドボタン、そしてチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画で会いましょう。エンジョイはフィッシング。